東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J1 は三十日第一ステージ第9節を開催し 日産スタジアムでは横浜 F ・マリノスと湘南ベルマーレによる神奈川ダービーが行われたスコアレスで前半を折り返した試合は後半3分にフォワード高山薫の得点で先制した湘南がそのまま逃げ切って1-0の完封勝利を収め今季初白星を獲得したホームの横浜 F ・マリノスは4月24日に行われた第8節広島戦1-2から先発2人を入れ替えてフォワード富樫 K リーグ戦デビューとなるディフェンダーアライ・イイツキを先発起用5連敗中でリーグ戦未勝利が続くアウェー湘南は前節大宮戦0の1から先発4人を入れ替えフォワード・藤田義弘フォワードトト・穴戸仁ミッドフィルダー・長谷川・アーリア・ジャスールディフェンダー・レ・バイアがスターティングメンバーに名を連ねた序盤から主導権を握る横浜 F ・マリノスは前半13分にミドルレンジからミッドフィルダー・藤が狙うなど シュートまで持ち込む場面を作り出すが、決定機を喪失するには至らない。一方の湘南は、同22分、ドリブルで前線に運んだミッドフィルダー石川と、四季が長谷川とのパス交換から右足シュートを放ったものの、ゴールキーパー飯倉大輝の守備範囲に飛んでしまった。前半43分には、左サイドからミッドフィルダー中村俊輔が送ったグラウンダーのクロスが、そのままゴールマウスに吸い込まれるかと思われたが、ポストを叩くなど、その後も、 両チームともに相手守備を攻略しきれずに、スコアレスのまま前半終了を迎える。0の0で後半を迎えると、開始直後の後半3分に、湘南が先制に成功する。左サイドから中央に切れ込んだミッドフィルダー、菊池大輔のスルーパスから抜け出した高山が、右足で、豪快にネットを揺らして、スコアを1の0とした。1点を先行された横浜 F ・マリノスは、後半9分に、右サイドでボールを受けた富樫が、 強烈なシュートでゴールを脅かしたが、ゴールキーパー村山智彦に弾き出されてしまう。同12分には、戸が樫に変えてフォワード回家、同13分に北に変えて、ミッドフィルダー氷頭信号を立て続けに投入して、状況を打開しようと試みる。攻勢を強めると、同24分には、ペナルティーエリア内で放った斎藤のシュートが、ミッドフィルダーパウリーニョのハンドを誘って、PK を獲得。しかしか ッッカーーを務めたのシュトトは村山にストップされてしまった。その後も同点に追いつこうとする横浜 F ・マリノスが押し込む時間帯が続いたが湘南が粘り強い対応で守り抜いて1 0の完封勝利を収めた。